アーミド SFK またはアーミド SK はトルコのディアルバクルをホームタウンとするサッカークラブである。ディアルバクルの住民の大半はクルド人であり、アーミドはディアルバクルのクルド語での名称である。1972年にツラン・ゲゾズラーがスポンサーになり、メリク・アフメとトゥランスポルが創設された。クラブカラーは赤と白。クラブは長年アマチュアリーグで、 苦しい時期を過ごした。1985年に、スポンサーが撤退し、クラブ名は、メリクアフメトスポールに解消された。1990年に、リアルバクル支持地帯に買収され、クラブ名は、リアルバクルベレディエスポル、クラブカラーは、緑と白に変更された。1993年に、リアルバクルビュークシェヒルベレディエスポルに改称、解消。 1996年にクラブカラーが黄と赤に変更。1999年に DSK がスポンサーになり、リアルバクルビューユクシェヒルベレディエシ DSK スポルに解消された。2007年に TFF2 リグに昇格したが、2010年に TFF3 リグに降格した。2010から11シーズンから、 ディアルバクルビューユクシェヒルベレディエスポールに解消された。2013年にリグに昇格し、同年5月19日にクラブカラーが緑と赤に変更された。2014年10月28日に開かれた臨時総会でアーミドスポールに解消され、ロゴもディアルバクルに関する相当の和紙に変更された。クラブカラーは伝統的なクルドの色である木と赤、緑に変更された。 しかし、トルコサッカー連盟はアーミドスポルへの変更を承認せず、連盟に正式に登録されていないクラブ名とロゴを使用したとして、クラブに罰金を課した。2015年7月7日に開かれた会議で、アーミド SFK に解消された。クラブカラーは緑と赤、白に変更された。同年8月14日にトルコサッカー連盟に承認された。 2015から16シーズンは、トュルキエクパスラウンド16で、ブルサスポルを2から1で破り、準々決勝に進出した。しかし、サポーターが行ったイデオロギーのプロパガンダに対する、処分として1試合の無観客試合と罰金を科された。準々決勝では、フェネルバフチェースケート対戦し、ホームで無観客で行われた第一戦は3から3で、引き分けたが、 ウルケルスタディウムで行われた第2戦は1から3で、敗れた。ありがとうございます。